それじゃあルッツ、朝ごはん冷めないうちにちゃんと降りてきてね。おーい、よし、次はっと。ランベルト、朝だよ、起きて。うなってないで、起きてってば。今日は手ごわそう。無理に起こすと寝ぼけ眼なのにものすごい迫力で睨まれるんだよね。どうしよう。なんだろう。これってより北西を進むといつの間にか方位が逆転、進行不可能。湿地帯より北東同様、南側崖沿いも同様、東側未探索。お前を国に返してやる。本気なんだ。ヨイヨ森からは出られないって言ってたのに、ここまで調べ上げて。悪いことは言わねえから、お前は国に帰るんだ。何かあってからじゃ遅えんだよ。私は獲物と違う。俺の獲物、俺は
一度狙ったら逃がさねえ。終わりだ。覚悟するんだな。観念したか。よし、そう、そのままだ。久々にいい獲物だ。気分がいい。だから絶対に逃がさねえ。おとなしく俺に狩られろ。ランベルト、いい加減に目を覚まして。肌触りは初めてだ。ちょ滑らかで食いごたえがありそうだ。朝から人騒がせな。ごめんなさい。ご愁傷様です。ランベルトは？さっきやっと意識がはっきりしたよ。だからね、寝ぼけて君のことをギューってしてたんだよって教えてあげたらね、おーって目をまん丸にしてね、途中ぶつかりながらそのままどっかにフラフラって歩いて行っちゃった。寝ぼけていたとはいえ相当ショックだったんだね。そりゃそうだよ。何せあの硬派なランベルト君が朝っぱらから女の子をベッドで抱擁して髪跡をつけるなんて色男な真似をしちゃったんだからね。しかもなんだっけ、食いごたえがありそうだとかなんとか。その話はもうやめてよ。騒がしいぞお前たち。とかなんとか言って先生もさっきは慌てた様子でランベルト君の部屋まで来ていたような気がするけど。屋敷内で異常が起きれば私が出ていくのは当然だ。本当にそれだけ？視線が痛い。呆れて物も言えないな。で、その色男くんは一体どこに行っちゃったんだろうね。朝食前だってのに姿を現さないなんてよっぽどへこんでんのかもしれねえな。探します。ああいい、やめとけ。今はそっとしておいてやろうぜ。ランベルトのことだし、朝ごはんの匂いにつられて戻ってくるって。それより早く朝ごはんにしようよ。俺お腹空いちゃったよ。お前はランベルトに余計なこと言ったってことを自覚して反省しろ。ん？余計なことって？何してんだよ、早く来い。やっぱり私ランベルトを探してくる。
おい、そっとしとけって言ってんのに。最終場で待つ。他の連中にはバレないようにして一人で来い。いいな。今来た。そっか、よかった。それでこんなところに呼び出してどうかしたの？それにその格好。これから森の中を探索する。探索？これから？お前は俺の後ろをついてくればいい。迷われると面倒だ。絶対に離れんじゃねえぞ。早くついてこい。突然方位が逆転しやがる。まるで俺たちをあの屋敷に引き戻そうとするみてえにな。そんなことってあるんだ、この酔い重りじゃな。そしてその結果は呪いを受けていない人間が一緒でも変わらないらしい。いつぞやのちびすけの予測は大外れだったな。
降ってきやがった。おい、そこの木の下ね。何？雨の音がうるさくて聞こえない。だからそこの木の、おい、ひでえ雨だ。そうだね、冷た。来とけ。え、でもそれじゃランベルトが寒いんじゃ。ガタガタ震えながら言うな、ちゃんと着ろ。そんなことしたって自覚は全くねえが、ルッツのやつから聞いた限りじゃ、その口を聞いてもらえなくても仕方ねえくらいのことをしたと思っていて、だな、本当に悪かった。な、何がおかしい。ランベルトがそこまで気にしてたなんて思わなくて、というか口聞いてもらえないって、私子供じゃないしそんなことしないよ。あ、そうか、そんなもんか。笑うな。ランベルト、あの時どんな夢を見てたの？やっぱり石川を狩る夢？傷口に塩を塗るな。そんなつもりじゃないけど。故郷の山奥の夢を見た。傭兵になる前、よく狩りをした場所だ。懐かしい夢だった。故郷、そこには鹿がいっぱいいたの？昔はこの森よりも多かったが、俺がシュタールに登る直前は乱獲でだいぶ数が減っていた。夢で見たのは多分俺がガキの頃に見た景色だ。
すごく田舎なんじゃない？うん。あ、やっぱりそうなのね。今までシェンバルドや私の村のこと散々田舎田舎って言ってきたくせに、そっちも田舎育ちだったんじゃない？ああ、くそ。完全に油断した。で、どこなの？シェンバルドよりも田舎だったら私怒るよ。なんでそうなる？だって悔しいんだもの。いいから教えて。断る。教えて。断る。教えて。ここも危険だな。近くに身を隠すのにちょうどいい洞窟がある。そこまで走るぞ。